何個飲んだか分かりません。桜庭選手から教えてもらいました。自分の憧れの初代タイガーマスクなんですけども、必ずそのリアルジャパンの控え室に大福をですね、大福、美味しい大福なんですけども、その大福を船木正和です。今回も質問フォームになります。船木さん、お疲れ様です。3歳の頃よりプロレスを見始めた私の格闘技観戦歴も50年を超える中で、何歳なんですかね、50年、3歳から53歳ですか。意外と知らないのが、3歳からプロレスを見始め、すごいですね、すごいです、このキャリアは。意外と知らないのが、試合当日のレスラーの食事節制についてです。リングに上がる直前に試合を取る選手はいないと思っているのですが、だいたい試合開始の何時間前までに終えるとか目安はあるのでしょうか。藤原組長は確かリングに上がる直前に、板チョコを2枚を食べられると関連雑誌で読んだ記憶があります。他にも船木さんの場合や他にも変わった食事を摂取される選手のエピソードなどありましたら語っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、という質問になります。にしても3歳からの観戦キャリアはすごいと思います。試合当日の食事摂取ですね、自分の場合ですね、最近ですね、もう51歳なんですけども、51歳のその試合の当日のですね、メニューというかその食事摂取のタイミングをちょっと割り出してみました。まず試合時間がリアルジャパンだと仮定します。そしてリアルジャパンプロレスは18時半、夕方6時半に試合開始になりますので、その大会開始に合わせて自分はその逆算をして、それで食事を取るようにしています。まず、開始のですね、ちょうど2時間前に会場入りすることにしています。なので、18時半6時半に会場入りする、試合開始の場合は4時半ですね、4時半に会場入りします。でその4時半に会場入りと同時にですね、ゼリーを摂取します。ウィダーインゼリーですね、それを2つ。そして大会開始ですね、開始にまたゼリーをですね2つ取ります。ウィダーインゼリーですね、これです、これは現物です。これ 何個もう一生の人生の中で何個飲んだか分かりません。今現在スタジオですね、教える指導する最中もですね、時折曖昧に飲んでますので、何個飲んだか分かりません。これをまずその試合会場入りして16時半に2つ、そして、試合、開始ですね、大会開始にもう2つ飲みます。そして、その後ですね、19時半、そこから1時間後ですね、19時半からは今度はこれを飲みます。 CCD、エネルギーと水分補給なんですけども、ハイポトニックドリンクというちょっとこう特殊なドリンクなんですけども、お腹にたまりにくい、胃に水分がたまるとパフォーマンスに影響しますので、水分は素早く吸収されて体液よりも低い、浸透圧ハイポトニックにしています。運動中でもですね、速やかにそのエネルギーに、水分ナトリウムの補給が可能だということで、これをですね、本当に割って水に割って、それでちょっとでもちょっとお腹空いたなと思ったらすぐですね飲むようにしています。これは実は桜庭選手から教えてもらいました。トレーニング中に飲む、一番吸収がいいと、それでいてすぐにそのエネルギーに変わるということで、これも 何袋飲んだか分かりません。かなり飲みました。まだ未だに飲んでます。これをですね、試合の直前までですね、本当直前まで、こまめに飲む、最後の1時間ですね。だいたい試合始まるのが8時半ぐらいなので、自分の場合メインが多いですから、その7時半から8時半まではもうこれをちょこちょこ飲んで、それで空腹感というかエネルギーをこう常に一定にさせる。なんですけども、結構
難点はですね、水分がすぐに補給されるために、小便ですね、小便がものすごい近くなりますんで、もうしょっちゅう、もう本当に10分に1回ぐらいですか、これ飲んだらまたこうトイレ行っておしっこ出して、そんな感じで結構忙しいので、それでもこれで結構助かってます。で、これが会場入りしてからの食事なんですけど、ゼリーとその CCD ドリンクだけですね。そして、固形物ですね。固形物は会場入りする4時間前ですねに取り終えておいてます。取り終えるようにしてます。大体はその4時半にその会場入りするとすれば、4時間前の12時半ですね、12時半にだいたい800カロリーから1000ですねの食事を摂取しておくことにしてます。これは妻にですね、弁当としてこう作ってもらうんですけども、内容としては卵焼きとご飯に明太子なんか、あとふりかけですね、かかってるだけなんですけども、割合としては100の中で炭水化物がもう半分を占めて、で脂肪とタンパク質が 半ぐらいの割合で、ちょっと脂肪の方が多いんですかね、そんな感じでその割合になってます。これを12時半に食べて、そしてその4時間後の16時半にゼリーを2つで、その2時間後もう1回ゼリーを2つ、そして1時間後の19時半から試合開始直前までは、先ほどのこのCCD ドリンクですね、グリコです、これを飲んでます。ですので、固形物を取るのは試合がそのだいたい8時半だとすれば約8時間前ですね、8時間前にはもう固形物はもう取り終えて、あとはもうこういったすぐにその、消化するというかゼリーとか、あとはそのまんまそのエネルギーに変わる CCD を飲んでます。で、12時半まで何も食べないかというふうにこう不思議に思うと思うんですけど、12時半の前もその4時間前の8時半にこのお昼12時半と同じような内容のものを1回取って4時間、経過させますね。なので朝8時半に1回目の食事、だいたい800から1000カロリー、そして2回目12時半にもう一度800から1000の食事ですね。でそのあと4時間後ゼリー2つ、2時間後ゼリーもう2つ、そして1時間後からは CCD ドリンクを試合直前まで飲んで、そんな状況になってます。分かりましたでしょうか。そんな感じですね。で、藤原さんがその板チョコを試合直前に2枚食べるというふうなその記事があったみたいなんですけども、自分はそれちょっと見たことがないですね。なんですけども、もしかしたらだいぶ前ですか、昔の話になると思うんですけども、新日本プロレスとか UWF とかですね、藤原組というのもそれはなかったと思うんですけどね、若い頃の話だったかもしれませんね。チョコレートを1枚もしくは2枚食べていた。最近は藤原さんたまに同じ大会で一緒になるんですけども、本当普通に家で食べてこられて、そのまま試合終わるまで何も口にしてないとかですね、あとは、弁当を用意してくれているその大会の控室だと、その弁当をちょこっとその食べたりとかですね、そんな感じでにしてますね。それは見たことあります。それから佐山さんですね、初代タイガーマスク、自分の憧れの初代タイガーマスクなんですけども、今試合に今でちょっと体調を崩して出られてないんですけども、昔一緒に、2010年15年、まだちゃんと試合に出られた時は、必ずそのリアルジャパンの控え室に大福をですね、大福、美味しい大福なんですけども、その大福を差し入れするそのお客さんがいまして、それが必ず置いてあるんですけども、その大福をですね2つ、食べてました、試合の前でも。佐山さんちょうど会場の1時間前にその会場試合開始の1時間前に会場入りされますので、だいたい5時半ですね、5時半に来て、それで大福だって2つぐらいポンポンって食べて、ましたので、だいたい試合の3時間前ですかね、3時間前に大福を2つ食べてたのは見たことあります。
それから、まあ、通常のレスラーなんですけども、自分はあの全日本プロレスにですね、武藤さんの全日本プロレスに5年間在籍をしていました、まあ、その時のお話なんですけども、大体レスラーの1日ですね、あの試合の日の巡業なんですけども、朝はホテルの朝食ですね、大体ホテル朝食ついてる場合はその朝食を食べて、それでまあ、あの朝食です、朝の朝食という形にして、まあない時はあのコンビニでみんな買ってます。まあ、簡単な軽いサンドイッチとかおにぎりとかですね、まあ、あのちっちゃい弁当とか普通の弁当とかを食べてました。そしてお昼は、サービスエリアですね、高速道路、毎日その高速走りますので、高速のサービスエリアで そこであの定食を取る選手もいれば、まあ、カレーとかですね、まあ、早いのカレ ー、それからあのカツ丼とかですね、そんな感じで、あとラーメンとか、まあ、自分はあのバランスの取れたあの食事として、まあ、あの5年間ずっとその巡業で見てきた時に、あの胃にもそんなにその負担がかからないというか、消化もそれほど時間がかからない、まあ親子丼ですね、親子丼と、それかあの肉うどん、親子丼がない場合は肉うどんですね、まあ、タンパク質と脂肪と炭水化物が結構あのしっかりとですね摂取できる親子丼か、肉うどん、この2つどちらかを選んでました。であとあの体の大きい、相撲力士出身の浜さんとかですね、あけぼのさんは、結構カロリーの高いやつを2つですね、カレーとラーメンとかですね、カツ丼とラーメンとか、そんな感じであの食べてました。まあ、人の倍だと思うんですけど。そして、会場入りします。で会場入りしたしてからは基本誰もあの何もその食べたりはしないんですけども、あのまあ食べてるのを見てみたなと記憶があるのは、大体その会場にですね、現地のそのプロモーターとかですね、お客さん、あの講演会からその差し入れがこう置いてある時あります。でまあ、その差し入れを、まあ、大体ちょっとそのトレーニング終わって、あの試合の前ですね、まあ、6時から6時半の間ですかねぐらいにちょこちょこっとこうつまんで、そのお菓子、まあ、大体お菓子系なんですけども、お菓子系をつまんで食べてる選手が結構いたなっていう記憶があります。でそしてそのまま試合をして、試合終わって、打ち上げがありますね。打ち上げで、現地の美味しいものとお酒を飲む、そんな感じですかね。なのでまあ自分はその打ち上げがあった日は、次の日の朝は基本的にそのプロテインだけとかですね、まあ、あのカロリーの少なくてあのタンパク質をとって、でお昼はもう本当にあのその前の日に結構たくさん食べた時は、お昼はもうゼリーを4つとかですねだけとか、そんな感じで、その夜にとったカロリーを試合直前プラスその試合後までに燃やして、そしてまた次の打ち上げにですね、試合を終えて突入をすると、そんな感じで、行っていました。やっぱり試合の前のですね、食事というのはあのものすごくその体型がすごくあの関係していると思うんですけども、やっぱりその、まあ、浜さんとかですね、あけぼのさんなんかは結構その脂肪を蓄えてますので、まあ、もちろん摂取するものも多いんですけども、結構長持ちというかですね、昼に食べたらもう本当にあの打ち上げまで何も食べなくても大丈夫なぐらい、そのエネルギーがこう満タン状態というか、まあ、自分の場合はあの最初その全日本プロレスでその試合した時は、周りの選手よりもあまりにもその体脂肪がなさすぎて、あの10分超えたあたりぐらいからちょっとこう目がちょっとこう見えづらくなるぐらいですね、そのぐらいそのエネルギーがこう出ていってしまった、そのことがありますので、プロレスの巡業に参加するようになってから少しずつちょっとこう脂肪をこう蓄えていってですね、それであの最終的にあの30分ぐらいですね、しっかりとそのあの試合で動けるようになったんですけども、あの体脂肪がですね、やっぱり少なければ少ないほどこまめにそのエネルギーをですね補給をしないと、やっぱりその 1日3食とかだけだと難しいと思います。あの新日本プロレス時代ですね、まあ、本当はあの10代の頃はパッとこう今思い浮かべると、本当にあの 朝起きてもプロテイン飲んで、それで試合の前に合宿所でちゃんこですね、ちゃんこを2杯とご飯2杯ぐらい食べて、そのまんま、まあお昼過ぎなんですけども行って、後楽園に行って、それで
試合終わるまで何も食べなくても大丈夫だったような、あのそんな記憶しかないのでですね、まあ、若い頃はまあそれぐらいそのなんか脂肪の燃焼とかもあったんですかね、あの食べ物がしっかりとこう活用されているというか、まあ、年を取って年齢を重ねるに従ってその消化もですね遅くなりますので、その場合やっぱりその若い時はその食事の量とですね、量もたくさん食べれますし、あの質もですね結構重いものを食べてもちゃんとしっかりとその試合の前までに消化されるんですけども、やっぱその年齢を重ねて、まあ、自分がその全日本プロレスで試合するんだって40になってましたので、40になってまたちょっとそのカレーライスとかですね、カツ丼とかをそのお昼に食べてしまうと、なかなかその消化しないで、まあ、その前にその試合の前にその練習もですねしなければいけませんので、まあ、あのそういうこともありましたので、そのまあ肉丼か親子丼というその消化しやすいその質のものを適量にその摂取して、それでまあその後もそのゼリーを飲んだりとか、この CCD ドリンクを飲んだりとかして、あのエネルギーをですねあのしっかりとこう一定に保つようにしたという、そんなあの感じなんですけど、まあ、今回のですね、まあ、答えとしてですね、まあ、自分自身今現在自分自身は、まあ、51歳なんですけども、試合の約8時間前、にはその固形物を取り終えておくというのがその自分の今回の答えですね。8時間前です。8時間前にはもう大きな食事はもう終えておく。そして、その後はゼリーかこれですね、ウィダーゼリーか、グリコの CCD です。これは本当にこの2つは本当にあの活用してますのですごく助かってます。以上です。今回は試合当日の食事摂取についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。